ドリーム開発ドリームランド線。ドリームランド線は、かつて、神奈川県鎌倉市の大船駅。ドリームランド線の大船駅は、現在の横浜市坂区側と、横浜市と近くのドリームランド駅を結んでいた、ドリーム開発モノレール路線である。東京芝浦電機、現、東芝が設計を担当した。開通翌年の1967年に運行が、休止され、 一度も再開されることなく2003年に正式に廃止された。一般にはドリームランドモノレールやドリームモノレールなどと呼ばれていた。開業までの動きは以下の通り、大船駅の位置は用地買収を早く済ませるため、当初予定していた大船、観音の下にトンネルを通し、国鉄と連絡させるルートから、比較的買収が簡単な山側のルート区間に、 変更されている。1964年、昭和39年8月1日、日本ドリーム観光により、横浜市戸塚区、又野町に、遊園地、横浜ドリームランドが開園した。これに伴って、日本ドリーム観光の子会社として、同年3月に設立されドリーム交通が、その連絡手段として1966年、昭和41年5月2日に、 モノレール大船船線を開業。それまでバスで15分かかっていた大船駅、ドリームランド間を約半分の8分で結んだ。運行時間帯は7時から22時30分まで、15分間隔で運転されていた。開業の目的は、遊園地への旅客輸送だけではなく、付近住民の通勤、通学客の交通手段でもあった。運賃は片道170円、小に9 0円。 往復300円、小百5 0円で、当時は国鉄の初乗りが20円だったことからすると相当な高額である。ただし、入場券は国鉄と同じく20円、小に同額である。路線免許申請はなかったものの、当初はドリームランド駅から小田急江ノ島線の6階駅、現、6階日大前駅まで、さらには、 長後駅までの路線を開通させる計画も存在した。そのため、ドリームランド駅側付近の軌道の一部に、複線用の橋脚が使われていたほか、ドリームランド入り口の坂付近の区間には、実際に複線軌道が付設されていた。開業から1年半過ぎの1967年、昭和42年春に、ドリーム交通が行った運転状況の調査において、 走行タイヤのパンクやバーストに加え、ある程度乗客が乗ると制御装置が誤作動を起こし、途中でたたび停止したり、車軸が折れるといった通常では考えられない、特異な車両故障の数々が発覚する。これを安全上の重大な問題と判断した、運輸省東京陸運局、現、国土交通省関東運輸局は、ドリーム交通、当時、日本ドリーム観光横浜営業所、 通称横浜ドリームランドに詳細な運行経過の報告を求めた。調査の結果、走行タイヤの摩耗が激しいことなどから、車両の重量を測定したところ、設計段階での数値が30トンだったのに対し、実測は146トンとおよそ16トンも超過していることが判明した。これを受け、東京陸運局は、ドリーム交通に対して行政指導を行った。 ドリーム交通は、同年4月から9月初旬にわたり、乗車定員をおよそ半数に削減、運転本数の削減、最高速度の切り下げ、強風時の急といった対策が講じた。だが、4月には、コンクリートの橋脚にヘアークラックと呼ばれる、細かい亀裂が入り出したことから、運輸省は、車体だけではなく、重すぎる車体を1年間にわたり、 走らせたため軌道や橋脚にも影響がんでいると推測。同省の民営鉄道部運転車両課、土木課、船舶技術研究所によって詳細な調査が行われた結果、軌道に疲労が生じていることが判明した。9月に入り、負担軽減のために乗車定員をさらに減らす措置が取られていたが、9月21日に東京陸運局は、 ドリームランド線の運転休止を強く勧告。これにより、ドリーム交通は9月23日限りでの自主的運行を休止するに至る。26日には法律上の休止申請が運輸大臣に認可、27日に正式に休止路線となった。この時点での休止期間は向こう1年間とされ、代替輸送として神奈川中央交通のバスを大船駅、 ドリームランド間で平日70往復、休日300往復運行することになった。幸い、運行期間中に人身事故は発生しなかったものの、非常に危険な状態であることには変わりはなかった。モノレールの運行休止によって、横浜ドリームランドへのアクセス手段は、道路事情に左右される自動車に限定されることになり、国道1号原宿交差点に代表される、 周辺道路の渋滞が大きな障害とした地肌かった。このことは横浜ドリームランドの集客に深刻な影響を与え、以後道園は経営規模、敷地面積ともに次第に縮小してゆくことになる。車重オーバーとなった原因は次の点にある。第一に大船駅、ドリームランド間の土地の激しい起伏により、最大100パーミルというモノレールとしては最も、 勾配が厳しい路線となった結果、走行性能を確保するためにモーターを当初より出力の高いものに急遽変更したこと。第二に連結機等の部品を頑丈なものに設計変更したことである。これについて、東芝電鉄事業部、当時の関係者は、車体が重すぎたと言われるが、その通りだったかもしれない。しかし色々な条件を考えて判断を下す必要があると思う。 コンクリートの桁は別の会社、三井建設が作ったが、車両とは、いのもので十分に打ち合わせしているはずだ。あのモノレールは、話し合いの途中で、コースが変わったり、勾配がきつくなったところもあったりして困難な仕事だったと釈明した。一方、レールと橋脚の建設を請け負った三井建設は、同社では車体を作った東芝から30トンの重さに耐えるように言わたので、 そのように設計したとコメントしている。1967年、昭和42年11月6日、ドリーム交通は、横浜ドリームランドのモノレールが、故障続きで、1年間の運休に追い込まれたのは、モノレールを納入し、工事を担当した業者のミスによるものだとして、三井物産と東京芝浦電機を相手取り、1年、 あまりの休業予定期間中の損害2億1474万7000円の賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。その内訳は同年10月度から1968年、昭和43年10月度までの日本ドリーム観光の役員並びに従業員の給料補課税金、電気代など処刑費であった。ドリーム交通の訴えに対し、 東京芝浦電機側は製造の過程で横浜ドリーム交通当時側からコースの設計変更がなされたため車両の重量も勢いこれに左右された。したがって東芝だけが運休の責任を負わなければならないか疑問だ。訴状をよく検討した上で態度を決めたいとし間もなくドリーム交通と争う姿勢を取ったことにより 裁判は十数年という長期間に及ぶものになった。なお、1979年、昭和54年頃には、ドリームランド駅構内に放置されていた、保守車両を整備して、全区間、または一部区間を走行させている。だが、裁判中ということで、証拠物件として遺留させなければならなかったがために、車両は雨ざらしで、車両基地に留置されたままなんだでを加えられず、 その間車体の腐食や部品の破壊、盗難などに総交配が進んでいた。1980年11月25日に東京地裁が示した和解案に対し原告、被告料企業がようやく歩み寄りを見せた。和解金額は当初の設備投資に対する保証運休による 一出利益に対する保証などを合わせて、よそ25億から27億円と推定され、ここで、和解案を最終的に詰めた。和解交渉は1981年、昭和56年1月に成立し、東京芝浦電機が、発注元の日本ドリーム観光グループに、総額26億円、推定の損害賞を支払った。この時点で、モノレールの車両や軌道、駅舎、 車両基地などほとんどの設備は長期間にわたる放置により、著しく荒廃しており、和解金を持って、それらを修復し運行再開にこぎつけるとは、すでに不可能な状況であった。運行会社であったドリーム交通も、和解ごまもない1982年、昭和57年3月、道路線の経営権や、事業免許、大英の子会社である、ドリーム開発に、 副事業として言っていたタクシー及び貸切バス事業をシンドリーム交通にそれぞれ譲渡し同年4月26日に解散した裁判の和解成立より予言を経た1985年昭和60年から修復の見込みがない設備の撤去が順次始まる同年11月にまず車両が全車解体され2年後の1987年 昭和62年にはドリームランド社車,車両基地を解体。1991年平成3年頃、高速間の終電レールと信号設備が撤去された。この時使用された作業車両はドリーム開発によって製造されたもので、作業後は工術の事業廃止による軌道、橋脚の撤去が行われるまで小柄信号所に留置された。 大船駅のプラットフォームと駅舎は1980年代後半に芸術家グループがワークショップとして利用していたこともあるが鉄骨の普及が進行していたことから1992年平成4年2月に解体された一方軌道橋脚の大部分及び小柄信号所、ドリームランド駅のプラットフォームに関しては正式な路線廃止まで残された オーフ駅のプラットフォームと駅シャトは駐車場となり、後日の通り正式廃止後には、軌道も撤去されて、高層マンションが建った。車両基地の跡地は、バス停留所や、当時大営系列だった、コンビニエンスストアのローソンの敷地になった。この店は、ローソン横浜ドリームランド駅前店と称し、鉄道事業休止から20年が経過して、開店したにもかかわらず駅名採用されていた。 その後、2006年、平成18年3月にわずかに位置を変えて、ローソンプラスドリームバスターミナル前店となっている。休止期間にはいくつかの運行再開計画が考案されたが、いずれも構想のみで立ち消えとなった。1995年、平成7年6月14日、運行方式をモノレールから休憩車に強い浮上式鉄道、HSST に、 変更、路線名もドリームランド線へと解消する最後の再開計画が立案された。この計画は、着工時期を1997年、平成9年度、開業時期を1999年、平成11年度とし、途中に3駅を設けて、通勤路線化も目指したものであり、建設予定費は約300億円を見込み、将来的には、 相鉄泉谷線延長線上の泉区下伊田付近、現、夢が、岡駅への延長計画や大船駅前の再開で、商業施設やホテルを作る考えもあった。当初は既存の機場を撤去して、橋脚を残し、新たな機場を作ることとしていた。これは浮上していれば、多少の補修でもダメージは少ないと見られていたためだが、後々、大規模補修や、全面的な、 作り直しが必要とも分かった。1995年、平成7年12月に HSST に免許が変更され、1996年、平成8年の首都圏整備計画では、運行再開の実現を図ることとされ、1997年、平成9年に策定され横浜市企画局が推進していい、夢は、ま、2010プランの中においても、 1996年、平成8年事業化検討、2001年、平成13年実現を目指していた。一方で、平日は通勤時間帯以外の需要予測が低いため、建設コストが高い HSST 方式では、設備投資の回収が見込めないため、2001年、平成13年9月に、HSST の他に新技術の小型モノレール、 公式採用上下分離方式の経営導入を検討することになった。また、同年の首都圏整備計画において運行再開の実現を図ることとされた。また、用地を貸し渡しして使用料を得ていたことから気象下に住宅等の建物が多く作られたことで再開後の取り扱いが問題になり、沿線住民の中には騒音、 振動といった一般的な交通公害に加え、車両を軌道から浮上させるほどの強力な磁力を利用する HSST に対して、テレビ、携帯電話等の電波障害、医療機器の誤作動や電磁波過敏症など電磁波の生態への影響を不安視する反対意見があり、経路変更が求められるまでになっていた。再開計画の発表から3年に満たない1998年。 平成10年2月、ドリームランド運営会社のドリームパーク、ドリーム開発双方の親会社である大英は、上場5発の形状赤字を記録、異後深刻な経営危機に陥る。運行再開に必要な200億から300億円に及ぶ資金の調達は絶望的となり、大英は経営再建のため横浜ドリームランドの閉園を決定。来場客輸送というドリームランド線の本来の 事業目的が失われることになった。もう一つの運行再開目的であった通勤路線化についても原宿交差点立体交差化事業の着手といった道路事情や沿線人口の変化等による需要予測の見極めから運行を再開しても建設費の回収や黒字経営の維持は見込めないとの判断が下された。これにより2002年平成14年8月21日大英は ドリームランド線の運行再開断念と路線の廃止を正式に発表。約1年後の2003年、平成15年9月18日には、国土交通省による事業免許も廃止された。その後ドリーム開発は2005年、平成17年11月に解散。ドリームパークもドリーム開発の解散と同時に、株式会社店ラッシュに譲渡され、2006年、 平成18年8月には、奈良ドリームランド平園と同時に解散している。モノレールの軌道や設備の一部は運行休止後40年近く放置されたままとなり、テレビ番組の廃墟特集等でも何度か取り上げられたほどであったが、廃止が決定された後に大部分の事業用地が横浜に売却された。軌道、橋脚などの構造物の早期撤去を条件に、 売却されたため、これらの撤去工事は免許廃止に先立つ2003年9月1日から開始され、2005年、平成17年上半期までにほとんど終了た。ドリームランド駅プラットフォームは、先に解体撤去されていた駅舎の跡地ともども2003年、平成15年に整地され、2006年に開校した横浜薬科大学の駐車場となった。また、残されていた。 大船駅の軌道、橋脚も撤去され、2005年、平成17年には建て売住宅が、2008年、平成20年には分譲マンションが建設された。モノレールの跡地は、休止中から続いている宅地開発や、2004年、平成16年10月に発生した台風22号による土砂災害の復旧工事などで大きく姿を変えている。 そのため現在では古い地図や写真を見ながらでなければ軌道の存在した場所を探し当てることは困難である。ただし、旧式艦が長期に及んだことから愛好家が撮影した軌道の写真等は数多く残れている。1970年代に旧ドリームランド敷地の一部売却により建設された団地ドリームハイツは分譲の際にドリームランド線の再開を前提に 募集をかけていた経緯もあり、休止期間を通じて、住民の間で、モノレールの再開を望む声が大きかった。その後、横浜ドリームランドアト地へ、学校法人都築第一学園によって、横浜薬科大学が2006年、平成18年4月に設立され際には、すでにモノレールの軌道はほぼすべて撤去されていたが、 モノレールもしくはそれに準じた交通システムの再建を望む声が上がった。ドリームハイツや横浜薬科大学方面へは、藤沢駅、大船駅、戸塚駅、横浜市営地下鉄立場駅などを発着するバスしか交通機関がない。戸塚駅、大船駅の発着便は頻繁に運行されているが、一部便を除いて、県各市の渋滞箇所として、悪名高い国道1号。 原宿交差点を通らなければならなかった。そのため、再開希望派の住民は、横浜薬科大学に通学する学生の輸送のために、バスの便数が増え、ただでさえひどい原宿交差点の渋滞を、さらに悪化させてしまうと主張した。だが、休止中から宅地化が進んだために、軌道建設用地の再取得は不可能となった一方で、指導環状4号線の開通や原宿交差点の、 立体交差化によって渋滞が軽減し、路線バスによるドリームハイツ方面への輸送力が改善されたことなどにより、再開希望派の要求が実現することはなかった。大船駅対小柄信号所、ドリームランド駅。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。